巨影墨巨影墨、地は竹、または竹、新末の外交官、官僚、石膏省加工出身、1868年に新士となり、初期地市に選ばれ、管理委員編集となった。1884年、フランスドイツイタリアオーストリアオランダベルギー公使となった。在任中は、戦艦、庭園の設置を行い、 その上自ら造船工場を視察し、外国視線表を表して朝廷に解剖の強化を訴えた。1890年、再びロシアドイツオーストリアオランダ講師となり、内閣学士に昇進した。1892年、ロシアがパミール高原に出兵した時は国境交渉に当たっている。1896年、ロキヨシ銀行とサンクトペテルブルクで、 東政鉄道の布設に関する協約を結んだ。1898年、総理各国事務が問題人、霊部左次郎、中東鉄路講師、ただし弁に任命された。後にリ部に転出し、京市大学堂総教修、官学大臣に当てられた。1900年、義和団の乱が発生すると、許可ゲスミは義和団を北京に入れないよう尽力した。しかし八家国連合軍が、 大古放題を占領すると、朝廷は、義和団を利用するようになり、さらに官兵に、各国公使館を攻撃させた。許可ゲスミは、女王儀、縁明と共に、義和団を頼みにして各国に宣戦布告することのないよう還元した。しかし、聖大公の怒りを買い、7月29日に、縁明と共に処刑された。1909年、文縮の死亡が送られ、 女王儀、円明と共に、山中と称され、甲州の西湖に山中祠が建てられた。ありがとうございます。